はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、ビール。生ビールですね。恵比寿の新しいね、味。深み味わう恵比寿です。恵比寿久しぶりですね。限定醸造、アルコール度数 6% 高め。麦芽 100% の生ビールです。原材料が麦芽とホップ。ですね。恵比寿はまあ、わりかしいろんな味が出てるけど、これは多分、初めてじゃないかな。関係ないんだけど、さっきボジョレ・ヌーボン飲んでたんですけど、なんか、いきなり鼻血が出てきてね。びっくりした。それでは、恵比寿。まあ、恵比寿は安定のね、普通の恵比寿が一番ね、個人的にはうまいと思うんですけど。そりゃ、乾杯。ああ、でもこれ結構美味しいかもしれない。エビスブラックとか、なんか琥珀エビスとかあったけど、なんか大してうまくないんだよね。わりかし。なんか他のビールにもありきたりな味だったんですけど。これは結構苦い。エビス自体結構苦めのビールなんですけど、それが若干苦くて、エビスらしい香りも出てるね。エビスってなんかほら、特徴的な香りがあるじゃないですか。それが俺好きなんですけど、ああ。その香りが結構、ある。アルコール度数 6% だけど、そんなに、冬物語に比べると、強さっていうのはあんまり感じないです。結構美味しいけど、エビス、普通のエビスがバランス取れてるんだけど、これは結構、偏ってるね。若干ちょっと偏ってるっていうか、苦味と、ちょっと香ばしい香り。香ばしい香りとちょっと苦めの感じでしょうか。まあちょっとしつこい味もあるかな。しつこい。より深いコクと、濃縮された旨味が楽しめる。2015年限定醸造のエビスです。いつもより麦芽を多く用いたことによる、より深いコクと飲み応え。さらに、今年のヨーロッパ産の中で、旨味が特に強い麦芽を使用することで濃縮された旨味を引き出しました。いつもよりさらに贅沢な限定醸造のエビスをお楽しみください。普通のエビスは結構バランス取れててそれがいいんですけどね。それをこうコクっていうか強めにしたって感じかな。
普通のエビスの良さをちょっと残しつつ、いい感じに濃くなってるんだけど、ビールって結局濃ければ濃いほどいいっていうことでもないんですよね。当然あのアメリカンビールとかの、アメリカンラガーとかの良さもあれば、やっぱ薄いっていう味もいい面もあるし。前も言ったけど、あの、ブラック。日本だとあんまり、あの、黒ビールっていうのが受けないって。まあ、あんまり売れないっていうことなんで、多分ね。まあ、多分ですけど。結局、そういうことなんですよね。やっぱ、日本人には、やっぱ、日本向けのビールっていう、あの、ピルスナーっていう、まあ、わりかし軽めの、まあ、アメリカンラガーよかは、ちょっと重いけども、まあ、ちょうどいい感じのね、味っていうのがやっぱり受けるっていう。美味しいと感じるこの日本人の味覚に合わせたのがやっぱ普通のエビスなんですよね。だからこれはちょっと、そのエビスに、普通のエビスに比べたらちょっと、味がちょっとあれですねっていう、濃いっていう、濃いんだけど、うん。濃い感じは、あるから、まあ、ちょっと、まあねっていう感じはあるんだよね。うん。まあ、それを楽しむっていうのもありなんですけど。うん。シルクエビスとかもあるもんね。うん。でもやっぱ一番がやっぱ普通のエビスなんだよな。なんだかんだでね。ああ。普通のエビスが安定のうまさなんだよな。普通のエビスはやっぱピルスナーの中だとちょっと苦めなんですよね。苦めで香りも若干強めなんで。うん。ちょっと独特な香りがあるよね。バックが 100% のビールにしては本当にかなり異端の味がすると思う。バックが 100% だからね。ほんと普通の麦芽 100% ビールって、割かし似たり寄ったりの味がするんですけど、エビスだけちょっと異端なんだよな。ちょっと異端の味わいがするっていうのは、結構あの特徴的。香りがね。香りが特徴的なんで、その良さがやっぱり、エビスの良さ、なんだよね。だから、一番搾りとかみたいな、あの、癖のない味わいっていうのが大体麦芽 100% ビールの味なんですけど。だから、あえて、こう、麦芽 100% にしないで、あの、大体、あの、一番売れてるという、まあ、朝日のスーパードライなんかは、あれ、麦芽 100% じゃなくて、やっぱ若干、こう、コーンとかスターチとかを入れて、まあ、改良してるっていうかね。麦芽 100% だと、ほら、麦芽と、ホップだけでしょ、これ。原材料。麦芽 100% ビールっていうのは麦芽とホップだけなんですけど、それにコーンとスターチを加えたのが、まあ、麦芽 100% ではないビールっていうことなんですけど、まあ生ビールっていう感じはあるんで、まあ生ビールは生ビールなんですよね。非熱処理のね。だから、うん、それに、近い感じの、近いっていうか、まあ、味がやっぱね、麦芽 100% ビールって本当に似たり寄ったりのビールばっかなんですよ。うん。本当に。でも、エビスだけは本当違うんだよね。もう、はっきり、もう、逃げーって。逃げーし、香りもなんか強え。っていう感じなんだ。それがうまいんだよ。
これは深み味わうエビスは、これは結構、なんか、普通のエビスビールに結構似た味がするんで、わりかし美味しいですね。うまみの高い大麦麦芽使用、熟成期間約2倍。と書いてありますね。まあ、エビス、だからエビス全品がそううまいっていうことでもないんですけど。まあ、琥珀エビスはまあ、とか、いろいろあるけど、エビスの味って結構あるけど。特にやっぱ、エビスブラックがちょっと、全然、エビスらしさが感じられない、エビスだとは思うね。まあ、あれ黒ビールだから、全然違うんだけどね、確かに。製法が違うから違うんだろうけど。琥珀エビスも違うし、ね、あれは、まあ、まろやかっていうか、小麦ビールの、いわゆるなんか、小麦のビールってあるじゃないですか。あれに近いよね。口当たりとかがね。深み味わうエビスは、それなりに美味しい。琥珀エビスとかはもうなんか、大した味じゃないんだよな、これ琥珀エビスって。あんまり琥珀エビスも好きじゃないんだよね。なんかよくある、普通のビールと黒ビールを混ぜたような味。混ぜて2で割ったような味がするんですけど。結構よくある。麦とホップの赤とか、そういうような感じの味わいで、あんまりエビスらしさがない。まあでもこれは、まあ割かしエビスの上位互換って感じですかね。それなりにエビスが好きな人、まあエビスが好きな人って言ってもまああれだけなの、千差万別あると思うけど、エビスが好きな人って当然のごとくエビスの、俺みたいに、エビスの金色のやつだけ好きっていうわけでもないとは思うんだけど。俺はあんまりエビスの金色以外はほぼ飲まないから。エビスプレミアムブラックとかシルクエビスとか琥珀エビスとか、一切飲まない。全然エビスビールだけ、普通のエビスビールだけあればいいなっていう感じなんで。まあ、これも、この深み味わうエビスもちょっと、まあ、それに似た感じではあるんだよね。まあ、でも、割かし近い味なんで、まあ、それなりに美味しいと思います。でも、やっぱり、紙、神格化されてるのが、やっぱ、エビスの普通のね、エビスビールが、やっぱ一番バランス取れてるんだよな。やっぱね。なんかこう、そういうのはあると思います。なんかこう、ポテトチップスだったら薄塩味が一番うまいとかさ。海苔塩はダメだねとか。コンソメパンチもダメだね。やっぱり海苔塩はやっぱり、違う、海苔塩違う、ポテチはやっぱり薄塩味だねっていう人に近いよね。そんな感じの。付加価値はいらない。もう、それだけの、その、一番その、塩だけとか、あ、焼肉とかでもあるよね。焼肉とかでも塩だけっていう。タレつけなくてもいい。ただ塩だけとか、焼き鳥か。あれは焼き鳥か。焼き鳥は塩だけっていう。塩、味付けはもう塩だけでいい。もうそのエビスの、じゃ、焼肉、焼き鳥のうまさを味わうんだったら、やっぱり塩だけでもう、が一番いいっていうの人と結構似てる。
本当、エビスはもう、ただのエビスが一番、美味しいと思う。俺はね、あくまで俺の話です。結構いますよね、焼き鳥がね。タレ派か塩派か、みたいなのありますけど、俺は断然塩派なんですよね。やっぱ塩だけで全然うまいんで、肉のうまさがね、タレだとほら甘かったり甘辛かったりする。付加価値がついてくるわけじゃないですか。付加香味みたいな。あれがね、肉そのものの味をわりかし壊してる感じはあるんで、それに非常に似てる。だから、エビスをわざわざ黒ビールにしたりとか、ね、シルクエビスみたいにまろやかにしたりとか、琥珀エビスみたいにまあ黒ビール若干混ぜたような味とか、っていうのは正直いらないんだよね。うん。だから、まあ、これもそれに似た感じなんで、深み味はエビスも、まあ、そんなに美味しいっていうこともないかなと。こともないけど、まあ、まずくもないのは確かなんだけど。まあ、それはあるよねって。うん、まあね。いろいろありますよ、そういう人の好みっていう。人の好みっていうのは、いろいろありますから。まあ、僕はやっぱり結構深い感じはありますけどね。甘みはまあないだろう。甘みはそんなにないと思うけどね。香りはまあ四つ星ぐらいで。まあ別に解度はまあ個人的に三つ星ぐらいでいいかな。5、2、4、3です。ご視聴ありがとうございました。